毎度、京口ひろたです。今回の動画は、ツイッターで、お家で YouTube 撮るんですけど、なんか企画、いい企画ありますかみたいな、まあ、募集っていうか、あげて、その中で、一つ、これ、ちょっといいなって思った企画があったんで、それを撮ってきたらなと思うんですけど、その企画っていうのも、ファンの人とかに悩み相談を答えていく。ファンの人が悩みを抱えてることに対して、僕が、まあ、アドバイスっていうか、悩みについて答えていくっていう、解決するか分からんけど、ファンの人の悩みについて話していく動画を撮っていこうかなって思って、1時間前ぐらいかな、募集っていうか、かけて、ちょっと集まった悩みからちょっと何個か話していけたらなって思うんで、やっていきます。普段は友達の相談とか乗ったりする？あんまりしないですけど、なんかまあ僕自身何目線で話してんねんって思うんで、まあ企画としてやるんだったらいいかなって思うんで、ちょっと撮っていこうかなと思ったんですけど、あんまり人の悩みを相談を受けることってあんまりないっすね。記憶にはないっす。恋愛相談的確だ。恋愛相談っていう恋愛相談っていうか、まあ、これ恋愛相談になるんかな。その僕の幼馴染の男の子が当時これいつぐらいの大学生ぐらいでいくっすかねの話なんですけど、当時付き合ってた彼女の話でこんなってどう思うみたいな。で僕その幼馴染の恋愛に対して、お前もその彼女やめとけって言って別れさせたことあります。で語弊あるけど、その彼女なんかちょっとこう変わった子っていうか、はたからその話聞いてたらあんまりいい子じゃない。ちょっとおかしいなみたいな。まず1個目、やっぱり男性からの質問が。そうっすね、今んとこ男性だけですね。いきます。自分のやりたいことや好きなことでうまくいかなかったらどうやって切り替えればいいですかねっていう。そういうことありました？いや僕はね、もうボクシング始めた時からボクシングして生きていくっていうか、まあ世界チャンピオンになって、まあ将来はプロボクサーとして生きていくっていうまま育って大人になって今なんで。そういうスランプとか、やっぱスランプはありますこう、 うまくいかないっていうか、ボクシングやっててあんまり強くなってんのかなとか思うことはもちろんスランプありましたけど、やりたいことや好きなことでうまくいかなかったらどうやって切り替えればいいですかねっていう。切り替えなんやけど、僕の勝手なんですよ、思うのって、ほんまにやりたいこと、それがあれですよ、やってることがやりたいこと、ほんまに好きなことなんやったら別にうまくいかなかったら、じゃあうまくいくにはどうしたらいいかって考えると思うんですよ。例えばですよ、こうやって今 YouTube 撮ってるじゃないですか。こうチャンネルが伸びない、数字伸びない、どうしよう、試行錯誤するじゃないですか。で僕もこうやりたい、こう発信してファン獲得、新規のファン獲得するために、じゃあどうやっていこうとか思って、こういろいろ試行錯誤とか企画考えてやっていってるわけじゃないですか。これほんまに自分がやりたいことじゃなかったら多分すぐやめれると思うんですよ。もう切り替えも何も別にやりたいことじゃないんで、スパッてやめれると思うんですよ。だからこの子果たしてほんまにやりたいことか好きなことなんじゃないんちゃうかなって僕が感じたことなんですけど、ほんまにそれでもやりたいことなんですっていうんだったら、切り替えるっていうか、その好きなことをうまくいくようにどうすればいいかっていう風に考えた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。うまくいかんから、あ、もううまくいかへんからもうやめとこうとか、それマイナスなことを思うより、じゃあどうすればうまくいくかっていうプラスに考えた方がいいんちゃうかなって思いますけどね。あとは身近な人とか、まあ例えばほんまの仲いい友達とか、まあ親でもいいんで、ちょっと悩みあるんやけどとか、こう多分こう内容の相談内容はこんな感じなんで、別にね言えないようなことじゃないと思うんで、ほんまに仲いい子とか親とかに相談するっていうのも一つの解決方法かなと思うけど、まあ、僕はほんまにそれが好きなことなんやったら、うまくいかなかったらじゃあどうやったらうまくいくかっていうふうに考えるかなって思いますね。そうじゃないですか。その通り、好きじゃないことを無理してやる必要ないじゃないですか。でも好きなことをやってるんやったら、それうまくいかんことってあると思うんですよ。何事もボクシングでもそのスランプ、さっき言ったスランプとかやっぱあるんで、スランプ抜け出すには、例えばリフレッシュする、例えば旅行行くとか、1日なんかお金使うとか、例えばね、もう10万ぐらい使うじゃないけど、なんかほんまに普段 やらないこととかをあえてするとか、そういうのでこうスランプを乗り越えるっていうか、っていう風に考えますね、僕は。だからまあほんまにやりたいことかって見つめ直して、ほんまにやりたいことなんやったら、じゃあうまくいかんねやったらどうやったらうまくいくかっていうふうに考える、あとはほんまに仲いい子とか親とかに相談するのが一番いいかなって思います。こういうなんかね、悩みって一人で抱え込むのってあんまり僕は良くないと思うんですよ。やっぱりこう人の意見も大事だと思うし、まあ自分のここだけ譲れないっていう部分も大事にして
しとかないダメなとこでもあるんですけど、まあ、この相談内容はうまくいくようにするにはどうやったらいいかなっていうふうに考えてほしいかな。 A、 こうマイナスに考えないでプラスに考えてほしい。果たしてこれ刺さるかどうかわからんけど、ほんまにね、今こう相談してくれた人以外でもね、こうちょっと共通するような人がいたらそういうふうに考えてほしい。プラスにプラス、マイナスにならずにうまくいくにはじゃあどうしたらいいかっていうふうに考えてやってほしい。好きなことなんやったら。ということで2つ目、悩み相談、過去の人間関係の影響で思い通りにできず後悔してて、それを今時に考えたり人のせいにするなと言われて、その通りなのかもしれないけど、そこから立ち直る考え方などがあれば教えてください。これはちょっと内容はちょっとよく難しいな。なんかこう言いたいことはなんとなくわかんないけど、昔に多分喧嘩とかしたんかな、その例えば仲いい友達とかと喧嘩とかして、それがきっかけで例えばその人とうまく今ちょっと仲良かったのに今をこう話すような、こうちょっと拒絶するような関係になったんかな。これはまあ僕の解釈なんでわかんないですけど、それを今になって後悔しててっていうのを親に相談しても人のせいにすんなって言われたんかな、多分この人。そっから立ち直る考え方があれば教えてください。まあ過去にとらわれる必要ないんかなと思うけどな。その過去にとらわれて前に進めないっていうのはあんまりいいことじゃないと思うんで、まあ、人間関係って言ってるんで多分その人付き合いやと思うんですけど、どういう内容か分からんけど、仮にしょうもない喧嘩とかで仲良かった子とこう疎遠になったとかやったら、自分に悪い原因があるっていうのを自分自身明確に分かってるんやったら謝って話し合いを設けるべきかなって思いますけどね。思わなくないですか。けどそれってやっぱり勇気いります、ね、勇気いることなんですよね。それができたらね、悩みつもないしね、親にも人のせいにすんなって言われてるって言ってるけど、人のせいにしちゃってるんかな、この相談してる人。僕は人間関係、その人との人間関係が今後の人生で必要な人っていうか、自分にとって必要な人なんだったら修復する最善の策を見つける、その今言った例えば謝る、話し合いの場を設けるように、まあ、勇気いるけど設けた方がいいんかなって思う。立ち直るきっかけ、立ち直る考え方がなどがあれば教えてくださいってことなんで、まだ立ち直れてないんかな。こういう人間関係ってね、ほんまのちょっとの言葉で大きくこう崩れたりとかすることなんで、容易にこういうこと言ったらどうとか言えないけど、立ち直るやから、まあ過去にとらわれすぎないことがいいんかな。客観的に見てその人との人間関係が今後に別に自分自身必要じゃないと思えるんやったら、もう過去にとらわれんと前向いて新しいっていうか、今後出会っていく人たちの人間関係とかそういうのをちゃんと、それを糧にしてじゃないけど教訓にして、同じ過ちを犯さないように気をつけていくべきかなって思うかな。立ち直るにはやっぱでも多分この相談してる人の気持ちっていうか自分自身の問題なんで、容易にこういう風にすればじゃあどうって言えないんで、あんまりこれは軽々しくこうした方がいいよって言えないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、過去にとらわれ必要ないんちゃうかなって思います。僕はそんな感じです。次いきます。私は大学生で周りの友達に授業課題などを聞くたびに虚無感をすごく感じます。自分も復習してるのにいくら勉強しても自信が湧きます。全く湧きません。むしろ不安、虚無感しか感じます。正しい自信を持つためには継続して、結果を出すことだと自分は思うのですが、折れないで継続するためにどうすればいいか、またどのようなマインドを持って取り組むべきか、アドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。この子は多分大学生か、大学生ね、うん、勉強な、俺勉強あんましてこなかった子なんで、いくら勉強しても自信が全く湧きません。正しい自信を持つための、折れないで継続するためにどうすればいいかっていう、そのマインドか、これむずいな。相談を受けたのはいいけど、でも勉強に関しては僕あんまり自信持ってこういう風にすればいいよって言えないんですけど、僕はボクシングで世界チャンピオンになるって言い聞かせて、子供の頃からずっと言い聞かせてきて、プロになってね、8戦目で世界チャンピオンになったんですけど、やっぱり課題を大きく見てたっていうのは大きいかな。言い切ってたんで、やっぱ応援してくれる人も、お前じゃあ世界チャンピオンになるんか、おんじゃあまあ俺応援したるわみたいな、やっぱそういう人がやっぱ多かったですよね、応援してくれる方が。だから僕自身こう裏切るようなことできないなっていう、足かせって言ったらちょっと語弊あるかなって思うけど、自分にこうプレッシャー与えてたっていうか、いい意味で。だからこの子は勉強で結果出したいんかな。
でも不安とか不安感とか虚無感を感じてるみたいな。これな、どうなんですかね。その勉強って点数を取ることが目的じゃないじゃないですか。そうですね。それを勉強して何をしたいかの方がなんか大事。あ、そうですよね。だからマインドとしてはこの相談してくれてる人が何になりたいか、じゃあ何を勉強するかって、その今言った数字を出すために頑張ってるっていうマインドになってるかもしれないですよね、うん、そこで、で結果出せるかどうかは大丈夫かなっていう、多分マイナス思考っていうか、うん、にこう虚無感だったり感じてるだと思うんですよね、うん、だからで言ったようにその何になりたいかとか、うん、その明確な目標がないかもしれないですよね。その結果を出すことだけに目標、目的になってるかもしれないですね。僕もその世界チャンピオンになるっていう目的があったから、そのしんどい練習とかも世界チャンピオンになるにはこれだけ やっていかなダメ、やるんだっていう強い自信を持ってたかもしれないですね。うん、マインドとしては、うん、正しい自信を持つとか、点数を取ることよりも何をしたいかとか、でもそのね単位取って卒業して一流な企業に勤めたいとか、それは別にね虚無感を感じる必要ないですよね。だってそこに勤めるにはやっぱ卒業単位取らないとダメなんで、別にそこでマイナス思考にねこう なる必要ないですもんね。まあマインドとしては何を目的とするかですよね。そこ大事です。そこ大事ですよね。これは多分勉強以外でも全部言えることですよね。やっぱりなんかそこが目的になっちゃうとダメですよね。ダメですね。テストで高得点を取ることが目的だと、そのね最終目標というかね、出さないとダメっていうよりもその先、これを単位取って一流企業もそうですし公務員になりたいとかなるにはみたいな、やっぱその目的をね点数取ることだけにを目的にしてるかもしれないですよね、うん、それはいい点数取らないとってこうなりますよね。そこはあんまり重要じゃない、重要じゃないですよね。そこは、うん、そんなに重要なこと感じる必要ないかなと思いますよね。いくら勉強しても自信が全く湧きませんっていうのも、これは単純に勉強の仕方とかじゃないですかね。どんだけ勉強しても自信が湧かないっていうのは、まあマインドとしては何を目的にとして取り組むかっていうあれがちょっと間違ってるんかなと思いますよね。ゴールがね、ゴール設定、うん、いい点数取るとかになってるかもしれないですね、うん、これはまあ勉強以外でも、例えば将来の夢とかでもそうですよね。それは勉強以外でも言えることやと思うんで、うん、ちょっと共通してる、して、ああ、確かにって共感してる人多いかもしれないですけど、何を目的とするかっていうのは大事なことなんで、うん、そこは勘違いっていうかね、間違わない方がいいですよねっていう風になるかな。ポツポツなんか来てるな。悩み相談じゃん。京口さんみたいにイケメンになりたいです。俺自分自身そんなめっちゃイケメンとか思わんけど、何やろ。でも一つ言えること、これ多分ルックスに自信ない人とか多分多いと思う、うん、僕もあの身長が低いんですよね。僕162しかないんで、子供の頃結構コンプレックスだったんですよ、小さいっていうのは、うん、だからそういうルックス、見た目コンプレックス意外と抱いてる人多いと思うんですけど、男性も女性もそのイケメンになりたいです。一つ言えること、自信のあるやつは魅力的やと思うんですよ。どんだけね、容姿がちっちゃいやつだろうが、顔が整ってる、整ってない人であろうが、例えば自信持って、まあ僕だったらまあ世界チャンピオン、すごいじゃないですか。で、俳優とかでも、やっぱり顔だけ見たら、そんなに整ってない人でも、すごい売れてる人とか見たら、まあ、この人すごいかっこいいって思ったりすることってあるじゃないですか。だからそういうことやと思うんですよ。だからこの人みたいなイケメンになりたいっていう人は多分外見だけいじったりとか、まあ、まあ整形とかもあるじゃないですか。なんかそういうことよりも内面的な自信に満ち溢れた人の方がモテると思います。だからモテたいとか思ってる人は外見を気にするのを、まあ多少はやっぱ清潔感を保つとかもちろん大事だと思うんですけど、自信を持つことが僕は大事だと思います。だから僕プロになってもうこう世界チャンピオンになって、そう昔抱いてたその身長が低いっていうコンプレックスはあんまり気にしなくなりました。身長低いから何みたいな思うんで、まあ、僕みたいな京口さんみたいなイケメンになりたいですって、これ多分冷やかしくのか分かんないんですけど、なんかそのルックスに自信が持てないっていう人は自信を持ってほしい。で自信をつけるためにじゃあ何をするかっていうことなんですけど、例えばこの自粛期間とか、まあ家でおることとか多い人とかやったら、やっぱこう鍛えたり体を鍛えたりするとやっぱ自信ってつくらしいですよね。体型が変わってきたっていうので自信つくってなったら、多分今よりはいいこう、まあ、魅力的な人間になれるんちゃうかなって
思います。これはちょっとこう悩み相談っていうか、サンマール外見とかルックスにこうコンプレックス抱いてる人とかは言えることだと思うんですけど、自信を持ってほしいかな。これはあれですね、多分主婦の人っていうか、そのまあ母親なんでしょうね。息子、高校2年生の息子に競技選手にその相談したいことを聞いたところ、こんな話をしてましたってことで、その息子の相談なんですけど、今はリモート学習が主で、まあ学校ですよね、高校生とか多分そのこの学校に行かないで授業を受けてるでしょうね。でこのリモート学習がちょっと勉強集中できないみたいな、慣れないから。でそのまあ6月中旬頃からは通常登校予定らしいんですけど、まあ、その息子に対して、まあ、競技選手はボクシングに対してのモチベーションをどのように保ち、そして、上げていくために心がけていることなどあるのか聞いてみたいとのことらしいです。息子は見た勉強に対してこう集中できないみたいな。まあでもね、僕勉強はあまりしてこなかったんで。いやけど練習ができないっていうのが見てませんか。まあそれに置き換えれば、その今やれることってやっぱ限られてくると思うし、ここでやるやらないで多分すごい差が出ると思うんですよね。うん、例えばそのリモート学習以外でも、例えばですけど、まあ、英語の勉強するとか、英語の、まあ、テキストってどうなんかな、まあ勉強の仕方いろいろあるんですよね。その例えば英語のだけの映画を見るとか、それで英語を聞きながら、あ英語のなんていうんですか、あるじゃないですか、その リスニングじゃないけど、なんかそのあんまり口調わからないけど、その今やれることをやって、俺は周りに差をつけたいって思いながらやっているんで、うん、そのモチベーションの上げ方って言ったら、ここで差つくと思うから、やれることやるしかない、極力マイナスなこと考えないようにっていうふうには思ってるかな。でも勉強に置き換えた時に、自分勉強あんましてこなかった方なんで、勉強に対してアドバイスはできないです。で息子に良きアドバイス、活動よろしくお願いします。もしアドバイスいただけるなら、京介頑張れよと、いつも YouTube の最後にあるパンチポーズで活入れてあげてください。京介頑張れよ。これでちょっとはやる気出てくれたら嬉しいかな。ね、この世の中がこういう状況になるってまあないじゃないですか。だからってこう塞ぎ込んだり、こうマイナスに考えずに、じゃあ何すればいいやろって、もっとこうプラスに考えれる人は、まあ、生き残っていけるじゃないけど、まあ学生以外でもそうですよね。こうフリーランスで例えば事業やってる人とかは、これをチャンスに生かすじゃないけど、それこそ飲食店とかも、飲食とか、そうですよね。だからもうデリバリーか、すごいそういう体制になっていってるじゃないですか。お店に来てもらわなくても提供できるサービスをどうやっていけばとか、こういう時はあれですよね、 SNS をちゃんとこう運営してる、飲食店が運営してるとこは SNS でね、宣伝とかして知ってもらって、サービスを提供できるちゃんとしてるとこって多少やっぱお客さんついてるんじゃないかなと思いますよね。だからここをちゃんとできてなかった飲食店とかは宣伝しようがないじゃないですか。難しいですよね。だからこの今の時期、なかなか足運んでもらえにくいような状況で、いかにどうこのサービスを提供できるかっていう風にするにはどうしたらいいかみたいな、先考えれてないと難しいですよね。それをモチベーションに、俺は生き残んぞ、私は生き残んぞって思ってほしいですよね。そういうモチベーションの保ち方っていうか、上げ方をしてほしいなって思います。夢に会いたい人が出てきたら嬉しいけど、夢から覚めたら会えないのが悲しいのが悩みです。これ女性の人ですね。女性の人からの、メッセージに来たんですけど、これは悩みじゃない気がするので、悩みはひろとくんの試合早く見たいのにまだ試合できないことですっていうのが悩みらしいです。嬉しい、ね、単純にファンで会えないけど、この時期で試合もないから、その時はこの YouTube を見て癒してください。でもそうやってね、会いたいって思ってくれるのすごい嬉しいですね。ありがとうございます。悩みじゃなかったの。はい、ってことで何個か相談、まあ悩み相談、悩みじゃないやつもあったんですけど、まあ人の人生に対してとにかく言うあれもないんですけど、まあなんか僕のこの悩み相談きっかけで、なんかこううまくいってくれたらいいなと思うんですよね。多分悩んでる人って結構学生とか多いですよね。やっぱり将来不安とか、どうしていったらいいやろうとか、このね、やっぱり誰も予想しなかったことじゃないですか、こういう今の状況って。やっぱ不安な思うこといっぱいあると思うけど、ここでやっぱまあ共通して言えるのは、マイナスなマイナスにこう考え込んでいってしまう人はちょっとまずいですよね。共通して言えるのは多分マイナス思考な人が多いですよね。
だからあんまり、じゃあどうすればいいかって客観的に考えれたら、解決するかなと思うし、やっぱり人に相談していろんな人の意見とか聞くのも大事かなと思いますよね。まあ、プラスに、プラス思考のやつがいいですよね。プラス思考ですか。僕どっちかというと、あーけどこうなる時もあります。もちろんあります。人間だから。ヒロト。まあそうですね、まあ、またなんか今後、まあ、相談あるんですけどとか悩みあるんですけどっていう人は、まあ、コメント欄とか、まあ、個人的にインスタとかのメッセージとか開放してるんで送ってくれたら、なんかまあ目についた、ね、悩み相談とかあったら、まあ、返信もしていこうかなと思うんで、ぜひなんか僕が解決できることだったらってやったら協力していきたいと思うんで、ちょっと長々と動画になったんですけど、まあ、こういう動画もね話していけたらなと思ったんで撮りました。まあ元気よくプラス思考で負けずに必死で生きていこう、僕からのメッセージでした。ということで今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ちょっと雑なってきた。